ニューハンプシャー州の歴史は北アメリカ、現在のアメリカ合衆国ニューハンプシャー州にヨーロッパ人が到来してからの歴史を扱う。ニューハンプシャー州はニューイングランドの一部として成長し、アメリカ合衆国が誕生した時の13植民地の一つだった。ニューハンプシャー州となった植民地は1622年にイギリスのスーミツインからジョン・メイソン船長と フェルディナンド・ゲルゲス教に与えられたニューイングランドの土地特許に基づいて設立された。植民地の名前はイギリスのハンプシャーにちなんでニューハンプシャー植民地と名付けられた。最初に開拓者が入ったのは1623年ライのオディオオンズ・ポイントでありデイビッド・トンプソンが指揮するイングランドの漁師の一団であった。これは プリマスにピルグリムファーザーズが上陸したちょうど3年後のことであった。開拓者たちはフレークヒルに鳥で領主館やその他の建物、そのうちのいくつかは領のためのものを建てた。この開拓地はパナウェイプランテーションと呼ばれた。最初のニューハンプシャー生まれ、ジョン・トンプソンはここで生まれた。デイビッド・トンプソンはメイソンによって派遣されていたが、数年後に、 エドワード・ヒルトンとウィリアム・ヒルトンが加わった。三人は、ドーバーの近辺を探索し、そこをノーザムと名付けた。メイソンは設立した、植民地を見ることもなく1635年に死んだ。パナウェイの開拓者たちは後に、ポーツマス地域に移住し、1629年に、新しく創設されたラコニア会社の派遣した、ニール船長の指導する集団と合流した。 新しい開拓地は、ストロベリーバンクと名付けられた。1638年、ジョン・ホイール・ライトが、エクセターの開拓地を作った。1631年、トマス・ウィギン船長が、アッパープランテーションの初代総督となった。すべての町が1639年に合併することに合意したが、一方で、マサチューセッツ湾植民地がこの地域の領有権を、 主張していた。1641年マサチューセッツとの合意が形成され、その管轄に入ることになった。町は自治が許された。1653年、ストロベリーバンクはマサチューセッツ議会に対してその名前をポーツマスに変える、請願を行い認められた。マサチューセッツと独立したニューハンプシャーの人々との関係は意見が分かれ。 また内容が薄かった。1679年、イングランド王が二つの植民地を分離し、アッパープランテーションは、ジョン・カットを総督とする王室領となった。二つの植民地は1686年に合併し、1691年には、再度分かれた。王室領は1698年まで継続し、 もう一度ジョセフ・ダドーリーを総督とするマサチューセッツの管轄下に入った。さらに1741年、ニューハンプシャーは王室領に戻り、総督のベニング・エントワースは1741年から1766年まで務めた。ニューハンプシャーはアメリカ独立戦争でイギリスに反抗した13植民地の一つだった。 その独立を最初に宣言した国となった。独立戦争開戦前の1774年12月、ウィリアムメアリー砦に対する歴史的な攻撃で得たイギリス軍の大砲や弾薬が数ヶ月後にボストンの北で起こったバンカーヒルの戦いの役に立った。ニューハンプシャーは大陸軍のために三考連隊を立ち上げた。ニューハンプシャー民兵隊が召集され、 バンカーヒルの戦い、ベニントンの戦い、サラトガ方面作戦及びロードアイランドの戦いに従軍した。ジョンポール・ジョーンズ船長のスループ船、USS レンジャーとフリゲート USS レイリーは、ポーツマスで建造された。他にも、大陸海軍の艦船や、イギリスの商船を襲う試略船が作られた。 1776年1月5日、エクセターで開したニューハンプシャー植民地議会は、アメリカで最初の州憲法を批准した。これは、アメリカ独立宣言の6ヶ月前のことであった。インディアンストリーム共和国の地図1830年代、ニューハンプシャーは2つの大きな話題があった。一つは、州北部カナダとの国境に、インディアンストリーム共和国を設立し、 独立戦争後も未解決であった国境問題に決着をつけた。この共和国は1832年に人口約300人で創設され、1835年にはニューハンプシャー州に吸収された。この吸収の時にイギリス領カナダとの間に多少の暴力沙汰も起こった。最終的には1842年のウェブスターアッシュ条約で、 国境問題が解決を見た。二つ目の話題は、ダートマス大学の奴隷制度廃止運動家が1835年に、カナーンで実験的に他民族によるノイズアカデミーを創設したことだった。しかし、創設後数ヶ月も経たないうちに、この学校に反対する土地の者たちが牛を使って建物を引きずり倒し、その後で燃やしてしまった。 奴隷制度廃止運動家の感情は、州内の強い定流となり、ジョン P ・ヘールの自由の大地等の大きな支援を得ていた。しかし、編集者のアイザック・ヒルの指導のもとに保守的なジャクソン・リュ,ウミューミウシ党員が通常は支配を続けた。1856年、新しくエーモスタックを頭に作られた共和党が政治的な改革を生み出した。戦意産業は、 不況とアメリカ南部の工場との競争激化によって打撃を受けた。1935年のエーモスキーグ貿石工場の閉鎖がマンチェスターの街に大きな衝撃となり、ナッシュワでは1949年にもとなしはマニュファクチャリング会社の工場が閉鎖された。第二次世界大戦の後、ニューハンプシャー州は大ボストン地域との経済的。 文化的つながりを強くしていった。このことは国家的な傾向でもあり、改善された高速道路網により、大都市圏は元の田舎や金郊の都市にまで伸びていった。1952年にナシュア繊維に代わって電子技術の防衛産業、サンダース・アソシエーツが作られ、1970年代早くにはパソコンの巨大企業、 デジタル・イクイップメント・コーポレーションができて、ニューハンプシャー州南部の役割をアメリカ国道128号線回廊のハイテク結節点とすることになった。ニューハンプシャー州では4年ごとの大統領選挙で、毎回最初の予備選が行われ多くの注目を集めている。ありがとうございます。